ジワリー、りょうです。さあ、ご無沙汰しておりますブラッドボーン完全攻略実況パート3やっていきたいと思います。なんか横のやつすっげー見てるけど、こっち、まあ、とりあえず前回ガスコイン神父と聖職者の獣を倒してこのヤーナム制度外の方に来たんですけど、今度は次のステージヤーナム旧市街の方へ行きたいと思います。じゃあここなんかでかい人がいるんでね、こいつも早速斧のため攻撃で落としていこう。こいつね、最初来た時そこそこ強いんですよ。武器をちゃんと強化してないとなかなかちょっと倒しづらい相手、倒しづらいっていうか、まあなかなかに本当は硬いんですよ。まあ武器ちゃんと強化してるからなんとかこんな感じでサクッと倒せるけど、強化してないとまあ割と苦戦するかな。でここにね、これあるんですけど、これ取ったらすぐ逃げないと、ブラックホールが、なんだよブラックホールってっていう、実はね見えてないだけであそこになんかでかいのがいるんですよ。それでね、今拾った狩装束は今着てるこの狩装束のちょっとデザインが違うバージョンで、まあ装備してみましょうか。はい、こんな感じ。こっちの方が肩のところのちっちゃいマントが取れてて、こっちの方がこうスッとしたシュッとしたデザインになってます。それからこの帽子ね、これ結構お気に入りなんですけど、下に書いてあるこのヤーナム紳士のなんかたしなみみたいな、いや書いてないな、それなんか違う装備や。まあとりあえず、まあ俺紳士なんでね、まあ、このトップハットでやっていこうかな。でこの先にね、ちょっと拾いに行きたいものがあるんで、この巨人倒した後はサクッと編集でやっていきたいです。こいつもね、なかなか強いんだよ。序盤の敵にしちゃすぐ硬い。あとね、こいつは属性攻撃とかそういうのがあんまり通りづらくて、物理以外あんまり効かない。だから火炎砲とか投げつけてもあんまりダメージ入らない。すごい。じゃあそれでね、こいつは輸血液と強化素材の血石のかけらを落とすんで、その2つを稼ぎたいときはあいつを倒しましょう。というわけでね、ここからちょっと編集でサクサクっとアイテム回収していくんでね、それじゃあよろしくお願いします。血石のかけら3つ、血石のかけら5つ。血石のかけら3つ、よし。これでまあ欲しいものは大体手に入れたんですけど、この先にさらに結晶石の入った宝箱があったんで、それを回収して帰りましょう。はい、これですね。はい、よいしょ。はい、強化の結晶石1でね、ここにドアって、これ固く閉ざされてるって、これすげえなんか一時いつか開くんじゃねえかってすげえ期待されてたんですけど、実はこれあれです、聖職者の獣のとこの横のドアってだけなんで、特に何もないです。ここなんかダウンロードコンテンツのエリアへの入り口なんじゃねえかってずっと言われてて、まあ誰かが検証した結果、まあただのもう何の変哲もない、ただの閉じられてるドアだったっていうオチ。あいつはねかなり強いんで、もうスルーします。それじゃあ一回拠点に戻るんで、ここでカットさせていただきます。はい、拠点に帰ってきました。それじゃあね、寝てる起きろ人形ちゃん、良い子は真似しちゃダメだよ。それでね、この血石のかけら13個溜まりましたんで、このうちの8個を使って斧をプラス30強化しましょう。あ、そうや、結晶石をつけ忘れてた。これガスコイン神父のところにあった真っ赤なブローチを砕いて出てきた真っ赤な結晶石、これをつけるとね、右に書いてると思うけど、物理の攻撃力を 2.7% 高めて、リゲインの量を 1.8% 増やしてくれます。でもね、この斧はもともとリゲインの量が高いんですけど、まあ、それにさらにプラスされると。それじゃあまあ強化して、すると結晶石のスロットがもう1個解除されますね。じゃあせっかくだが拾ったやつつけときましょう。はい、 OK。
それじゃあまあそろそろ下準備終わったんでね、あっちのなんだっけヤーナム旧市街の方へ行きたいと思います。それじゃあまたカット。はい、それじゃあね、さっきのあのでっかい牧師が歩いてたところの先へ進んでいきましょう。ここなんかありそうだけど、なんもない。で、こっちに行くと、キャンプファイヤーやってる狩人でもないな、市民がいて、あの犬たまーにあのキャンプファイヤーに自分から突っ込んでって死ぬんだよ。あ、やばい。あ、しもたー。ちょっとやばいぞ。ちょっと久しぶりやから なんていうの久しぶりやからちょっと腕がなまってる。狩人として許されない。よいしょ。やっぱプラス3まで上げてるとそこそこ火力が出る。よいしょ。 OK。 それでね、ここに何やったかな、これ火炎瓶やったかな。あ、止血の雫と火炎瓶やったはず。よし、火炎瓶。それからここの中には入らずにあっちの奥から行きます。で、地味にここ難所なんですよ。犬2匹と奥に銃持ったやつが、すっげえ嫌なコンビネーションで。よいしょ。今回サクッといったけど、ここ今でもこの1周目のキャラでやるとたまーに死にます。ここ渡るか、そんなもんが。はい、水銀弾ゲット。ほとんど銃はパリーの時しか使わないんですけど、まあいいや。とりあえずあっちの右に進んだら仕掛けがあるんですけど、とりあえず先にこっちから行って、あの NPC のイベントを回収しておきましょう。これアルフレッドさんです。申し遅れました。私はアルフレッド。すげえ顔してるよ。今ローゲリウス氏の教えに従い、汚れた血族を狩るものです。どうです、最初は違いど、お互い狩り人です。これから協力し情報を交換し合うというのがいいね。おお、それではよろしくお願いします。これはお近づきの証印に、ハッカヤスリ、これ武器に火属性をまとわせるやつと、ジェスチャー、祈り、獣狩りは尊い技です。あなたに血の加護がありますように。はい、ちょっと録画取れてるかどうかちょっと怪しかったんで一回確認をしました。それでこっちに今説明した仕掛けを動かして先へ続く道を開通させましょう。で、ここに狂人の知恵で、あそこにいるんだけどもうバレバレだ、目はバレバレ。で、ここにも狂人の知恵で、この先へ進んでいこう。すっげえめんどくせえ仕掛けだけど、これがあれかな、旧市街の正式なルートやったんかな。まあそれやとしたらかなり入りづらいよな。で、ここにいるんでね、こいつ久しぶりの、まあ楽勝。ちゃんと武器鍛えてたら楽勝で、この充血の害悪、これたまたま今出たんですけど、これを飲むと防御力が下がって攻撃力がアップするっていう、まあ獣性かな、獣性か獣性か、読み方ちょっと怪しいんだけど、それのゲージが上がって攻撃をすればするほど攻撃力が上がって防御力が下がっていくっていう特殊状態になります。で、攻撃力どれぐらい上がるかっていうと、もう最終的に武器の 1.5 倍ぐらいまで上がったかな、もっと上がったかもしれない。かなり上がるんで、まあかなりおすすめです。防御力は、まあ正直な話このゲームあんま関係ないんでね、どうせ敵の攻撃かわさなきゃ死ぬ、そこはもうあんま気にしなくていいです。もう防具の防御力とかもあんまり気にしなくていい。もう好きなやつを着ていってください。さあ、ここから先がいよいよヤーナム旧市街、これより捨てられた町、獣狩り不要、引き返せ。やだね、俺はハンターだ、獣あるとこ俺は行く。旧市街、狩人だよ、警告は読まなかったのか。
き返したまえ。旧市街獣の町、焼き捨てられた後ただこもって生きてるだけ。上の人々に何の被害があろうのか引き返したまえ。さもなくば我々が君を狩るだろう。おーっと、ちょっとこいつ忘れてった。よっしゃい。よっしゃ、仕留めた。で、ここにも血石のかけら。危ねえ危ねえ、落ちてくるから。血石のかけら。はい、それじゃあこの先にちょっと取りたいアイテムがあるんでね、それだけ取って上戻りましょう。あれどこやったかな。で、ここからちょっと違う獣が出てきます。なんか違う獣っていうか、まあここはね、基本出てくる敵は全て獣、完全に獣になったやつばっかり。で、この獣狩りの松明、これね、この松明の完全な上位互換で、まあ火属性の攻撃力がかなり高くなってると。で、耐久力も上がってるんで、正直これがあれば松明はもう完全にいらない子になってしまう。で、ここから降りて、さっきの入り口のとこまで帰ろうかな。はい、はしごを登って、ここに血石、血石じゃない、止血の雫2があって、でもすげえ焼かれてんだよな、どんだけ燃えて、燃え続けてんだよ。で、この旧市街は昔、まあ、獣の病がすげえ蔓延して、もう思いっきりもう火をかけまくって捨てられた町なんですね。で、それが多分もう多分何十年も前の話だと思うんだけど、未だになんか燃えてるという、ちょっとわけわかんねえことになってるけど。で、ここも煙の向こうから来ますので、はい、もうちょいちょいって受けてやってしまいましょう。はい、で、こいつらは、まあ、火に弱いんですね。獣系の敵は基本火とノコギリに弱いということを覚えておいてください。よいしょ。あ、ちょっと毒ゲージ入ったな。あのフードかぶってるやつは攻撃に確か毒属性がついてたような気がするような、まあ個体によった気もするけどね。そこのところは正直な話よくわかんねえ。で、こっちにもね、あれがあるね、血石のかけらが。はい、これちゃんと拾っていきましょう。まあ後々、今持ってるノコギリ槍は強化する予定ないんですけど、後々まあ強化したやつがあるんで、それのためにちゃんと回収しとこう。よいしょ。多少の被弾はまあディゲインで全部なんとかなるから。あ、まあこんなもんですよ。気候良い狩人だな。狩りに優れ、無慈悲で血によっている良い狩人だ。おお、今火炎瓶投げようと思って四角ボタン押したのにボタンが反応しなかったぞ。入力遅延ってやつだな。入力遅延の獣か、一番怖いな、入力遅延か。よっこらせっと、ここ降りて、で、ここに血石のかけら。はい、それじゃあこの先にね、ちょっとでっかいやつがいる。このでっかいやつは他のあの獣を強化する、なんかこっちが吠えると周りの獣がちょっと強くなって毒属性を使うような。今なんか言ってたけど、ちょっと飛ばしてもうたな、すまねえ。何言ってか分かん、何言ってか分かんなかったよ。で、すげえガトリング撃ってくんだよな、こいつ。もうむちゃくちゃやから。あれじゃ、もう獣狩り必要ないとか言いつつ、自分の攻撃でこの獣たち巻き込んでいくから。で、また撃ってくるから。早く撃て。あ、来てる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 。で、この射撃が一旦終わったら走り抜けよう。ここにある壺は全部火薬壺なんでね、相手の銃撃が当たると爆発して大ダメージ。よいしょ。で、ここにも血石のかけら、すげえ血石のかけらいっぱい手に入るんですよ、ここのマップ。旧市街はまあいっぱい手に入るからって言って調子乗ってイラン武器を強化して後で後悔するっていうことが、まあそんな時期が俺にもありました、ね、
おお、強化の結晶石。で、ここはまたでかいやつが出てくるから、よいしょ、お疲れ。んで、アイテム拾って、ここにも結晶石、結石の結晶石。これ銃の攻撃力を上げる結晶石で、なかなか序盤で重宝するやつなんで、ちょっと拾っとこう。で、ここを拾って、よっしゃ、逃げろ逃げろ逃げろ。あいつほんまむちゃくちゃだな。しかしでね、ここちょ来るんですよ、なんか強いのが。あー痛い。あそこなんか、あの煙のとこ、誰か歩いてるの見えますか、あそこ。あいつ狩人で結構強いんで、まああいつはスルーでいいかな、大したもん落とさねえし。こいつらはしご登ってくるのを初めて知ったとき、なかなかカルチャーショックだった。おーっつっていい、さようなら。それでここのはしごを登ると、あのガトリングバガスが撃ってきて、あいつがいるけど強くて今は多分歯が立たないんで、こっちの下に降ります。はい、それとここにまあいるんで、こいつちゃんと倒そう。はいはい、ここに行くとなんか広場の上に出るんですけど、ここのこれ、こいつを攻撃するとなんでか知らんけど、あの燃えると、で燃えて下にいっぱいいる敵のうちのまあちょっとだけを倒すことができる。はい、ここ降りて、でこれ何だったかな、巨人の知恵、いや火炎瓶。はい、ああ乗り損ねた、まあいいや。それでまあここから下に降りましょう。見た目ほどダメージ出ないんで安心してください。はい、サクッとやっていこう。でここにあるのが重要アイテム、儀式の地。これ聖杯ダンジョンっていうのをまあ開けるために必要な儀式素材で、まあ後々まあ狩人たちはみんなお世話になっていくでしょう。はい、ここを抜けまして、それじゃあ一回ここら辺で録画一回カットさせていただきます。それじゃあカット。はい、帰ってきました。でなんかすげえ、なんかサイコキラーみたいな見た目になってるけど、すげえ返り血浴びて目赤く光って、でこっちに行くと、まあ、分かりにくいけど、ここカラスがいて、すげえいっぱいいるんで、サクッと、おっと、なんで今また重力支援が、コントローラーに一回あのカップラーメンの汁ぶっこぼして、それからなんかコントローラーの調子がちょっとおかしいですね。でここの先に行くと、また結石のかけら2つ、もうだいぶ溜まってきたかな、結石のかけら16個。うん、16個あるともう1個武器をプラス3まで強化できる。でここに輸血液が6個あって、でここ長いはしごを登るとショートカットが開通します。まあここをちょろっとカットします。はい、登りました。ほんでこのドアを開けると、あのまあここに帰ってきます、あのはしご登ったとこね。で向こうあいつなんか変な狩人が来るんで、あいつが来る前にもさっさとスーッと、はい、それじゃあ先進もう。ここちょっと分かんにくいんだけど、こっちにまあ進む道があって、でまだ煙があるってことは、まあ当然まあこいつらがいるんだ。俺の斧から逃げられねえ。おーらいよいしょ、楽勝。確かここはこいつらゾロップだけしかいなかったはず。なんかこの辺に、あ、そうそうそう、こいつがいるんだよ。これ最近知ったんだよ。最近までこいつの存在知らなかったっていうね。でここはあれが、獣が2体いるんで、1体ずつ誘って倒したいところなんだけど、当たるか当たんねえか。
お前なんか敵じゃねえんだよ。よし、はい、こいつらはまあ血石のかけらをいっぱい落とすと。でかけらはこっちにもあります。ここいかにも怪しそうな扉があるけど、こっちからは開きません。まあ後々ね、こっち側から来るルートがあって、後々そのルートを開通すると、ガトリング野郎に関するちょっとイベントがあるんでね、それはまた後々紹介していきましょう。でここね、絶対これ初見の時すげえびっくりするよみんな。あー、こんなとこまで来て死ねるか。死ねー。おお、かわしやがった。くたばりやがれ。ちょっとヒヤッとしたわ。はい、それじゃあこっちに行くとね、ショートカットがあるんで、それを開通させて、まあ、今回終わりにしましょうか。時間ちょうどいいんでね、時間ちょうどいいっていうか、もうだいぶいい時間になってきてると思うんで、今回はそこまでで終わりにしましょう。でここにも結石のかけらがすっげえいっぱい手に入る。はい、このドアを開けると、獣狩りの松明を手に入れて、こうとこ飛び降りてきたところに出てるんで、これで入り口のとこからすぐにここまでやってこれるようになります。ここに発火ヤスリがあるんで、これを拾って、それじゃあ今回はここまでにしておきましょうかね。それではすっげえ帰り地。それでは最後まで見てくださった方、今回もどうもありがとうございました。それじゃあまたいつかそのうちお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。キコ、次に会う時まで人でいる。